ノアがお届けする灼熱の夏休み。アベマプレゼンツ N1 ビクトリー2023。 A ブロック8人、 B ブロック8人、それぞれがシングルマッチの総当たり戦を行う。そしてトップの両者が9月3日エディオンアリーナ大阪第一競技場で激突、最強を決める全対戦カード。開幕戦8月6日横浜武道館。注目カードは A ブロックジェイクリー VS ティモシー・サッチャー、 B ブロック中島克彦 VS 曽谷学ぶ。これらを含む公式戦は A ブロック4試合、B ブロック4試合。8月9日、10日、11日は東京後楽園ホール怒涛の3連戦。まずは8月9日、注目カードは A ブロック、ジェイク・リー VS 吉岡勇気、B ブロック塩崎ゴー VS 安西優馬。公式戦は A ブロック3試合、 B ブロック4試合。8月10日 A ブロック剣王 VS 稲村良樹、 B ブロックサクソン・ハックスリー VS ランス・アノアイ。A ブロック4試合、 B ブロック3試合。8月11日 A ブロックマサ・キタミヤ VS 稲村良樹、 B ブロック塩崎ゴー VS リホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。N1 が北の大地に初上陸。8月19日20日の2連戦、シャトレーゼガトーキングダム札幌。まずは8月19日 A ブロックアダム・ブルックス VS 吉岡勇気、 B ブロック中島克彦 VS 安西優馬。 A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月20日 A ブロックジェイク・リー VS ジャック・モリス、 B ブロックソヤン・マナブ VS ランス・アノアイ。A ブロック3試合、 B ブロック3試合。8月26日は仙台ピット。 A ブロック剣王 VS マサ・キタミヤ、 B ブロック塩崎ゴー VS ソヤ・マナブ。 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。8月27日はいよいよブロック最終戦、カルッツ川崎。 A ブロックジェイク・リー VS 剣王、 B ブロック塩崎ゴー VS 中島克彦、 A ブロック4試合、 B ブロック4試合。そして9月3日は優勝決定戦、エディオンアリーナ大阪第一競技場。 A ブロック1位と B ブロック1位が激突、ノアの頂点が決まる。灼熱の夏を制するのは果たして誰だ。